製マヨネーズがこちらですね。ちょっと見にくいので寄せましょう。熱っはい、できたのがこちらです。今回は、こういった形でバットでいきます。どうしようかなって悩んだんですけども、こちらでいきますね。こう蓋をした時に回るので、そのまま下に煙が。いらっしゃいませ、こんばんは。バクレモの坂田です。さて、本日なんですが、超絶大好評、はい、至高の燻製シリーズでございます。本日は何を燻製していきましょうという話なんですが、今回のテーマは液体でございます。こんな形でお二つ燻製していこうというふうに思っております。それでは早速参りましょう。クレイモアチャンネル。はい、ということで、まずこちらですね、マヨネーズから燻製していきたいと思います。本当に何でも大丈夫です。で、こちらのマヨネーズですが、キッチンペーパーをこういった形 で以前使った燻製機に合わせてカットしているので、ここに打ち込んでいきます。で、それでいけんのっていう話なんですけども、クッキングシートですね。このクッキングシートって水を通さなくて空気を通すやつになるので、ここに敷いておくだけで燻製ができるという優れものになるんですよね。ただちょっと伸ばしてあげると。で、さすがに燻製をしたマヨネーズだけというのはさすがに芸がないかなと思うので、ちょっとポテトサラダにもしていきたいなというふうに思っております。はい、ということで、ただその燻製かける時のコツ、液体を燻製かけるというか、マヨネーズ燻製かける時のコツなんですけど、表面積をできるだけ多く作ってあげる。まあ、言うとの突起というんですかね、こんな形でこう表面積を作ってあげるのが一番いいかなと思っております。はい、ということで、こちらができましたら、まあ、こんな感じですね。はい、ですね、こんな感じで適当に、ほんと適当です。で、これ入れて、はい、蓋をして、では燻製に行ってきます。ではちょっと途中経過見てみます。はい、ということで、出来上がった燻製マヨネーズがこちらですね。ちょっと見にくいので寄せましょう。熱っはい、出来上がったのがこちらです。映ってますかね。はい、はい、OK です。ではこちらをふかしたじゃがいもと自家製のベーコンとですね、一緒に合わせていきたいと思います。ではまあ、とりあえず次のオリーブオイルの燻製に行きたいと思います。はい、ということで、オリーブオイルの燻製に参ります。今回オリーブオイルの燻製なんですけども、こちらエクストラオリーブバージンオイル、じゃあエクストラオリーブ、エクストラバージンオリーブオイルでございます。こんな感じでね、はい、させていただきたいと思います。で、本当にこちらもすごく簡単で、100円ショップで売ってるバットですね。バット敷いて蓋するだけの話になってます。エクストラオリーブどんだけ間違えんのエクストラバージンオリーブオイルなんですけれども、今回はこういった形でバットでいきます。どうしようかなって悩んだんですけども、こちらでいきますね。こう蓋をした時に回るので、そのまま下に煙が当たるよって話なんですよ。実際その今ちょっと他のバットを入れ物で使ってるのであれなんですけども、もっと小さくて浅いやつの方が燻製のかかりは間違いなくいいです。まあ、ただもう、これでも十分かかると思いますので、はい、オリーブオイル入れていきます。もうほんと好きな量入れてください。こんぐらいにしておきますね。じゃあ、ではそして参ります。はい、ということで途中経過です。こちら、あ、しっかり上がってますね、煙が。こんな形で少しずつ回転していった煙が下に当たって、オリーブオイルも少しずつ色が変わってきてるんですよね。ちょっとだいぶちょっとですね、だいぶ分かりにくいですけど、まあ、まあ、あと少し燻製していきます。よし、ということで出来上がりました、燻製のオリーブオイルの完成です。これが限界です、はい、こんな感じですね。では今から実食していきまいりましょう。クレイモアチャンネル。いざ進めやキッチン目指すはじゃがいも、茹でたらかわいい。音外れすぎやん上手やったろ。上手やな。綺麗にこう潰していってますね。曲だけすぎっすねあ、全然大丈夫ですよ。今の分かる人何人ぐらいいるんですかね。あー、ほんまやね。キテレツ大百科でしょ。そうですね。最後キャベツはどうしたで終わるっていうね、うん、こちらですね、先ほど作りましたマヨネーズを入れていきます。あ、しっかりとね、いい色ついてますね。最近の私のジャスティスいいですか。はいはいはい。
最近の私のジャスティスはじゃがいもを皮付きのまま茹でた上で白ワインビネガーと黒胡椒、アンチョビを刻んだやつを入れて切った黒オリーブオイルを入れるのが、それが私のジャスティスだ。大丈夫やで、全然いけてるで。誰宛てに作ってるのかがよくわからなくなってきましたね。はい、ということで、いい感じで出来上がってまいりましたね。はい、ということで、では実食実食実食。あ、うん、あ、うん、なんか想像してた感じじゃないっていうか、うん、すっごいあのマイルドな、うん、素朴ないい味出してますよね。あの、ふかしたじゃがいもとベーコンと燻製マイルドだけやからね、それはこの味になるかなっていう。ただこれ食べたら思うけど、もっと美味しくしたいなってなるな。まあでも僕はこれ好きですけどね、本当にシンプルで。だいぶシンプルな。あ、美味しいですね。うまいよこれは。何合わせたいですかこれに。こいつ自体がその繊細な味をしているので、うん、ビッグのハイボールとかですかね。ウイスキー以外でもいいって言うんでしたら、僕はローズマリーを刺してジドリックがいきたいなと思ってます。そしたらオリーブオイルもいきます。これうまいな。なんかじんわりと燻製してるのがくるんですね。なんか液体を燻製させるってあんまりなんかそのアイディアになかったっていうか、はい、はい、で最後お客さんと話しても結構びっくりされてて、でこっちにしっかり燻製をかけたりすると、例えば牡蠣の燻製、オリーブオイル漬けなんかのオリーブオイルに燻製をかけたりすると燻製の香りが逃げないんですね。だからしっかりと入ってきたりするので、で過去にやってたその燻製のやつだったりすると、その、牡蠣の他にあとシシャモの燻製をオリーブオイルにつけたんですよ。なんか燻製シシャモの燻製オリーブオイル漬けみたいなことやってたんですけど、まあ結構人気だったんですよね。はい、ということで至高の燻製シリーズ、今回は今回のコンセプトは液体でさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。他にもあの、例えばこんな液体を燻製したよっていうようなことをあのされたことがある方、ぜひぜひコメントいただけると幸いです。それでは本日もご来店のほどありがとうございました。それが私のジャスティスだみたいな感じ。いやいや